8年越しの花嫁奇跡の実話、今から見させていただきます。もう泣かすよねって思いましたね。終始うるうる来てた。多分みんなこの映画を見たら考えると思うんですよね。久志さんの立場に自分が置かれたらって。約束したんです、結婚するって。本当にこれが実話かってちょっと信じられないぐらい美しい話でしたね。8年越しの花嫁奇跡の実話、あなたが理想とする35億分の1はこの映画の中にいるかもしれません。ぜひご覧ください。